食いついてくるわね。車の性能なのか、それともテクニックか、ガツンと一発かましてやろうよ。見せつけてやるわ。入り口から出口まで振りっぱなしで。私と同じスピードで突っ込んでクリアできたやつはまだいないからね。気がつかなかったぜ。いつの間にか後ろにしたこいつ、俺とバトルする気なのか。そこまでやられちゃ譲りたくねえな。抜けるもんなら行ってみろ。速い車が1台寄ってくるから少し待ってみるか。あれからどれほど変わったか試してみるか。ついてこれるもんならついてきてみな。あいつこの交流戦に参加してるってことはレッドサンズに入ったのか。面白い。久々にあの走りを見せてもらおうじゃん。ケツについていってテクニックを盗んでやるぜ。追っかけるターゲットをようやくめっけたぜ。現場エリアまで来て正解だった。この86ターボを全開で吹っ飛ばせるステージと競争相手が欲しかったんだ。比べてみようぜ。速い者同士じゃなきゃわからないことがあるだろう。思ったよりはやるね。地元の走り屋もでも楽勝でついていけるからね。上りだろうが下りだろうがサーキットで鍛えた僕が負けるわけないじゃん。あらゆるタイプのコーナーが揃っているタフなコースだぜ。このバトルが後に控えるプロドライバーと戦うための重要なデータになる。どんな相手だろうと絶対に逃げない。それがプロジェクト D のモットーだ。意外と小尺だな。牽制してやる。けど忘れてもらっちゃムカつくぜ。俺はスピードで飯を食っているという事実。来てみろよ、どっからでも。運の強いやつだ。だがその強運がどこまで続くかな。うまいな。これほどの芸当ができるやつだったか。それにしてもなんとな、気持ちよさそうに走る車だ。あれこれ考えるのはもうやめだ。俺はいつものように自分の速さを見せつけるだけだ。この車で。
寝ちゃったの？疲れてたのかな？起こさないようにしよう。なんだろう、追いかけてくる。知ることにここまで夢中になったの。食いつかないね、スタッドレスって。あいつにいつまでもお尻見せてるの模索だよね。今日は勝つわよ、マコ。上等じゃん、気合い入れていく。よし、対抗者なし、ゴー。